ます、はい。飲み筋はこの下のところに噛み込んでいるので上の方をちょっと取ってあげると見えやすいです。でこの辺りがやっぱ硬いので全部外してあげてください。まあちびちび行くんではなく大胆に行ってあげてください。はい、で次はミスジのところで言うと受けのところです。ここは骨肌が残りやすいので、大胆に軽く表面をカットしてあげてください。こういうのは切り、切り落としでいても硬いので外してあげてください。こういうところに骨肌残りやすいです。あと大体ここに、骨肌が残ってます。これも外してあげてください。で今度はミスジのところです。僕は大体上の方から歯入れます。で、まあ、1センチ2センチぐらいこんなもんですね。で今度は下から歯入れます。よいしょと。ここも硬いところがあるので、切るとき残っていたら外してあげてください。つながってるところです。で歯を上にして、ミスジのところを外してあげてください。ここちょっと残っているので外してあげます。次は栗側のところです。ここに、血管が走っていますので、血管のところを抜いてあげてください。取るのは大体まあここら辺ぐらいまでです。こういうのもちょっと残ったら邪魔なんで外してあげてください。ここが栗になります。上のところ軽く外してあげてください。はい、これで上の方終了です。ひっくり返します。次最後取るところは、ここのところに筋がありますので、まずは表面の油を取ってあげてください。で、一番硬いところがここになります。パーを入れて引いてあげてください。表面の油を取って、今度は下から刃を入れます。はい、でここで三つどもえになっているので、下の方に岩塩を合わせて刃を入れてあげてください。軽くでいいです。あんまりすぎるとスライスが取りづらくなります。ここがまだちょっと硬いところ残っているので、ここに刃を入れてきれいにしてあげてください。あと最後のところになりますが、大体ここのところに和牛の脂が結構腕は残りやすいです。触ってみてちょっと硬いなと思ったら刃を入れて、脂をすいてあげてください。スライスする際もそうですね、5ミリぐらいまでですね、油つけるのは。それより多かったら一旦外して、油を取ってあげてください。僕は大体ここのところでスライス取りづらいなので切っちゃいます。こっちも当ててください。こんな感じで油が結構入ってますので、なだらかに切ってください。ワンポイントアドバイスとしては、この表面のカッパのところが、どうしても下に貼りやすいです。人によってはこうやって切れ目入れて、切りやすくしてます。もうめんどくさかったらカッパごと外しちゃってください。だいたいこんなもんですね。あとはスライスいきましょう。